皆さんこんにちは、モトラットつくばです。ダイナミックイーサを体験する、体感してみるの、今回は 2020R1250JS アドベンチャー、プレミアムスタンダードでちょっとお送りしたいと思います。プレミアムスタンダードというのはサスペンションが短い、ストロークが短いタイプになります。今回ちょっとこちらでダイナミックイーサをちょっと体験してみたいと思います。サスペンションのこのモードの切り替えはこのボタンで行います。電源が入っている状態で、エンジンがかかっている状態で、こちらは3段階あります。で、こちらは2段階っていうことになります。ロードとダイナミックっていうことなんですけど、ミニマムの状態というのはこちらに今リアサスペンション、これを調整することになるんですけど、これがもっと上の部分がこう動いて、調整していくんですけど、これがかなり上のところにいて、スプリングが結構緩い状態になります。で、そして、これがマックスの状態ですと、スプリングはよりこう、下にこう移動している状態で締まっている状態ということです。下に、つりそう下にして締まっている状態です。で、オートの場合には、自動車高調モードなので、ライダーのこの乗車定員とか荷物によってそれで、センサーでこれで調整するという機能なんですね。はい。で、実装をちょっとやってみました。 R1250GS アドベンチャーって実はべったり乗ったことがあるのは、1回きりなんで、久しぶりにちょっと乗るので、どんな感じかちょっと忘れてしまったので、ちょっと確認しながら、乗りました。R1250GS の20リッタータンクの普通のモデルって、このアドベンチャーの差がどんな感じだったかなと感じなんですけど、やはりこう車重でいうと約20キロこう違います。エンジンガードの分と、あと、タンク容量が10リッターですから、都合約10キロという感じで、20キロ違うわけですね。で、こうやって乗ってる分に関してはそれほどもう全く差異は感じない。下を向くとタンクでかいなみたいな、それぐらいなもんで、この現象はスクリーンが普通の GS 用のやつがついてますから、アドベンチャー感がないので、なんか一瞬 GS 乗ってるように見えてしまうんですけど、そういう点が、違うって感じなんですけど、例えば交差点を曲がるときとか、中速高速コーナリングをするときの曲がり始めはアドベンチャーの方がこうノーズを向くっていうか、先にこう曲がってる感がちょっとあるのは、そうですね、1200の時はあんまり気づかなかったんですけど、この1250になってからどうでしょうかね、なんか変わったんじゃないかなと思うんですよね。フロントがやっぱりちょっと依存してるのかなとは思うんですけど、その部分はちょっと技術的なところなんで、乗ってる感じの感覚なんで、あまりこう正確に言い切ることはできないんですけど、1250GS とアドベンチャーの差っていうと、まずそこかなとはちょっと思いました。はい。で、ロングツーリングこう行くと、やっぱり車格がちょっとこっちの大きく感じるから楽なのかなとは思うんですけど、サスペンションの方は今回このプレミアムスタンダードっていって、サスペンションストロークが短いタイプを使ってるので、よりこう路面からのショックはより拾いがちになるのかなっていうのはちょっと予想したところでした。はい。で、今ダンパーロードとプリロードオートの状態でやってると、どちらかっていうとミニマム寄りの動き、サスペンションのそのスプリングが柔らかい状態、路面のショックを拾ってる状態です。ダンパーは、今これダイナミックに切り替わりましたが、ダイナミックですと路面の凹凸が何度もこう凹凸が続くところですと、どちらかっていうとサスペンションが捉えきれてないので、車体全体でこう受けてるという感じで、乗り心地は一瞬悪そうな感じはするんですけど、意外にもそうでもないんですよね。ダンパーロードだとより細かくこうサスペンションが動いていて、ショック吸収してるなって感じは分かるんですけど、やっぱ車体にそれほど伝わってこない感あるんですけど、ダイナミックは、結局サスペンション
ションのユニットで、まあ捉えきれない分車体の方にちょっとだけお物理が来てる感はちょっとありましたね。はい、フロントサスペンションがテレレバー、リレアがパラレバーなんで、独自のこうサスペシステムを使ってるっていうのが、まあ、この車両のシリーズのまあ特徴であるんですけど、はい、で今度後ろ側 あのパラレバーの部分ですね、ダンパーがダイナミックですと、これ初めにロードの状態でちょっと比較すればよかったんですけど、どちらかというとやはりこれも同じような傾向があって、ダイナミックですとちょっと動きづらい感があるんですけど、プリロードがこれスプリングが柔らかい状態ですから、細かくこう動いているのがよく見ると分かるって感じです。はい、総じてそうですね、ロングツーリングでしたらロードとミニマムの組み合わせが一番いいのかなと思いますけど、ペースが上がってくるとどうでしょうかね。やっぱりこうだ半分ダートみたいなところでしたら、やっぱりエンデューロモードにするべきなのかなと思いますし、やはりこう荷物がすごい乗ってる状態でしたら、ミニマムですと後ろ下がりになってしまいますから、やっぱりオートレベライザーのオート、プリロードオートのモードでやっぱり乗った方がよりこう安定して走れるっていう感じはあると思うんですよね。はい、ここはちょっと感覚なんで乗られてない方にはちょっと伝えづらいところで、1回でも試乗する、もしくはご興味があってこれから試乗される方はちょっとだけ乗った後にそうですね、もう一回見ていただくと、ある程度お伝えしたいことがちょっと伝わるかなと思うんですけど、一回ちょっと試乗していただくといいんですけど、この車両自体はちょっと試乗車ではないので、試乗ができないんですけど、通常の GSR ありますので、他の動画でありますので、それとちょっと比較してみていただいてもよろしいかと思います。はい、そうですね、このプリロードがミニマムの状態でダンパーのロードとダイナミックをちょっと繰り返し始めの方はちょっとやりました。この後半の方はプリロードがマックスの状態とかもやっております。はい、でダイナミックの状態が意外にもこう印象として乗り心地そんなに悪くなかったんで、もともとがダイナミックっていうのは速度が出た時にこうもともと推奨するメーカーが推奨するポジションではあると思うんですね。はい、ただ交差点とかこう切り曲がる時とか、こう左右でこう S 字でこう切り返す時にはどちらかっていうとこう車体がこう左から右出するとちょっと後ろ側がちょっと残っちゃうって言い方するんですけど、スムーズにちょっと行きづらい、ちょっと重ったるい感じの印象になりがちなんですよね。はい、それは他の車両でも同じ傾向ではありました。前回この動画の前回は K1600GT だったんですけど、 K1600GT でもやっぱり同じ傾向にありましたね。はい、まあ、車両と比べると車重が約70キロまた違いますから、またこれはこれでちょっと違う感じで R1200GS と比較してどうかというところを意識しながら今回はちょっと乗ってる次第なんですけどね。はい、でもアドベンチャーは乗り心地がいいですね。やはりそれだけはもう間違いない事実です。ロングツーリングに行くんだったらやっぱりこれ以上のオフローダーはまあ存在しないと思いますよ。はい、はい、ギアアシスタントプロでクラッチ握らなくてもシフトダウンができます。はい、またちょっとポジションを、変えてみました。ちょっと中速コーナーの、この後あるで、ダンパーロードとプリロードミニマムということでやらさせてもらっております。はい、旗から見ると一番この状態が足つきがいい状態ですね。全体的なこう車高がちょっと低めになっていて、はい、でダンパーも柔らかいのでよりスプリングが動きやすいものなので、まあ、路面の凹凸よりこうサスペンションのショックがよく拾うという感じのものです。はい、この状態ですと左右の切り返しとか非常に軽快なんですね。ダンパーがやっぱりロードの方が左右のこう切り返しとかは結構スムーズに軽快にいけます。それはもうこの車の中ではそういう位置になる感じでしょうかね。はい、
にあのそうですね、あのキープレフトで、あのその歩道のこの側帯のところから大体1メートルぐらいのところちゃんとラインをキープして、あのぴったりこうラインをトレースして、想定ラインをそれでトレースして走ることができます。はい、ダイナミックだとちょっとオーバーランしがちなんですね。あの1本のラインをこう想定してこう走っていくと、そんな感じの印象があります。はい、これまた後方映像ですね。はい、やっぱりこうサスペンションがあのパラレバーの部分がこう動いているのが分かると思います。まあ、ここは比較的路面状況そんなに悪くないんで、あの細かくあの後ろの笹山が動く場面が少ないと思うんですけどね。はい、こういう時にあのスムーズにこうリーンしやすいんですよね。ダイナミックでもあの単純に曲がるみたいな別に問題なく曲がれるんですけど、こう切り返すときとかそういうときに、ダンパーダイナミックのピリオドミニマムの踏み捨てですとちょっとあの重ったるい感じで、フラットツインがもともと左右の切り返しがちょっと苦手なあの、まあ、エンジンのもともと構造上の問題がちょっとありますから、それに拍車をかけるようにするような動きという感じになります。はい、まあ、この状態で仮にはあのダートとか行くと、もうあの車両なりの動きになってしまうということですね。はい、はい、さらに今度ポジションを変えます。ダンパーロードでプリロードオートレベライザーのオートということで、このモードで乗ってみると、どちらかというと第一印象にミニマムに当然近い、あの一番初め冒頭分でスプリングの締め加減 の、 あの映像をちょっと見せしてますけど、どちらかというとミニマムの位置のあたりから、ライダーの積載荷重、あと車両の姿勢とかであのプリロードがあの可変するっていうポジションなんで、ちょっと外欄が例えばデコボコを乗り越えた後にこうサスペンションが動くので、車両自体がちょっと慣れないとちょっとしたぎこちない動きをたまにすることがあるというのは、ちょっと神経質なレベルだとちょっとあります。別の人だよって言われたら別の人なんですけど、あのミニマムとオートの差はそういうところに差があります。はい、これは姉妹車種の R1250RT だと、例えばカントリスと首都高速とかで、ある程度のこうペースが走ってると、より車両が動いているのが分かる。やっぱホイールベースが短いからはっきりと体感しやすいんですが、JS の場合はそれよりロングホイールベースになりますから、その傾向は体感ちょっとしづらい部分であるんですけど、やっぱりそういう傾向にこのオートモードというのはあります。まあ加積載の場合はより後ろが下がりすぎなくて、より車両を平行に保つ、メーカーのそのいわゆる設定値ですね、それを保つようなものになるようになってるんですけど、すごくやっぱりこれができてからすごく便利だなと思います。はい、あまりミニマムと動きがちょっと変わらない感じですよね。はい、よりちょっと動いてるところは同じなんで、ミニマムと比較しても分かんないですね、正直。はい、はい、さらにちょっとポジションを変えます。はい、今度はダンパーロード、プリロードマックス、スプリングをよりこう締めて、一番締めてダンパーは、柔らかい、スプリングが動きやすい状態でスプリングが当たりと、これは他の車両でもう一つやってある程度暫定的な結論が出てるんですけど、まあ、足付きは当然シートが高くなって気温で悪くなるんですけど、タイヤ側から見るとタイヤの結局押し付けが強いですから、路面の凹凸に対してもっとはっきりと接地感として現れるという点が違うという点ですね。はい、もし、完全なこう曲がり込んでるワインディングとかなど、やはりこうアクセルのオンオフで
バイクのこうピッチングって言って前後に動きがはっきりとこう体感できるっていう点が、このマックスの一つの特徴になります。はい、ある程度のペースで以上で走る場合はダンパーがダイナミックで、ロードマックスがメーカーのもとも推奨する考え方で、これは他の例えば島田車の SRR とかでそういう傾向で、やるようにというふうに取説には載っている感じですけど、まあ実際このダンパーロードでブリロードマックスで組み合わせば、どちらかというとブレーキングとアクセルオンの時に前後にこうバイクが動きやすいポジションなんで、いいか悪いかっていうとちょっと微妙でしたもんね。こうラインが走行ラインが意外と一定にならないんですよね。ダンパーがロードの場合結構倒し込みが軽いはずなんですけど、プリロードでこう抑え込んで、スプリングで抑え込んじゃってるんで、意外とこう本当に言うとちょっと動きづらい感は本当に言うとちょっとあるんですが、やっぱりスピードが出た時のやっぱり設定なのかなとは思います。ちょっとここ曖昧な表現で申し訳ないんですが、そういう傾向にはあるということですね。はい、これで仮にオフロードダートで走ったらちょっと怖いですね。きっとね、走れないことはないですけど、車が走れるのは砂利道ぐらいだったらいいでしょうけど、完全に私があるオフロードとか行ったらちょっと姿勢をかなり乱しそうな感じです。もっと押し付け感が強くないといけないのかなという感じは本当にありました。はい、はい、さらにちょっと変えます。ダイナミックのダンパー、プリロードマックス、これが一番こうスピードが出た時の設定のポジションなんですけど、こうなると本当コーナリングの時に安定感、よく言えば安定感が非常にある状態で、コーナリングしていくんですが、細かいこうライン修正がちょっとどんどんやりづらくなっていく傾向にあるんですよね。なんとなくのテレビでただ単に前に進んでアクセル開ければこう進んでいっちゃうんですけど、そのとあるラインで決めて走ろうと思うと意外と走りづらい。あとクローズドコースとかそうですね、ラインをこう合わせて走ったりするのはちょっとばかしちょっと苦手な感じがしました。まあこれはライダーのスキルにもちょっと寄ってくると思うので、お上手の方でしたら問題ないのかもしれませんけど、私は正直言うとちょっと苦手でした。はい、今度はですね、エンデューロモードといったオフロードの専用モードが GSM に搭載、ライディングモードですね、右手のボタンでこう切り替えるやつで、あるんですけど、エンデューロというポジションがあるんですけど、このエンデューロプロは細かく調整できるモードがこれついてますので、これで、どうなってるかのちょっと確認の画面になります。はい、エンデューロモードにするとマックスモードよりも足つきさらに悪くなりますので、結果スプリングプリローダーはもっと締め上げている状態ということになりますね。ダンパーも仕様もちょっと違いますし、エンデューロってモードになってますし、はい、これですともろ路面のこうアスファルト路面なんですけど、デコボコはっきり拾うのが、アクセル開け続けてると、この路面がこうグリップしてない瞬間とかもちゃんと音で分かります。ちょっとこの後に音聞いていただくと、音がちょっと途切れる瞬間がありますので、そこをちょっと見ていただければよろしくと思います。ないんですけど、やっぱり押し付けてて一瞬こうパワーが抜けちゃうんでしょうね、きっとね。そういう風なもんだと思うんですね。音が砂利道行ったらもうアクセルブワッと開けると、リアタイヤが一瞬スリップしていく、トラコンが効いて DTC が効いて、まあ、それでグリップを取り戻して前に前が進めるんですけど、必ず一瞬ジャジャッつって砂利をこう蹴る音が必ずしますが、エンジン音から見るとまあ、そこだけちょっと回転が上がるわけですよね。はい、タコメーターミスターも一瞬上がるという感じですかね。はい、はい、エンデューロモードでこのプリロードマックスの状態ですと、もちろん走れないことはないんです。まあそれこそ林道でこうはしごしてる途中でこういうふうにアスファルトの面が出た時にも変えないで走れば別に走れないことはないわけですけど、まあ、やっぱオフロード向けのセッティングなのかなとは思いました。はい、
ということで、まあ、テスラを終えたんですけど、まあ、やはりこうアドベンチャー自体はやっぱり本当完成度が高いですね。まあ、1150GS っていうもうずいぶん昔のモデルからアドベンチャーが設定になって、今水冷ボクサーになって1250になっていく、今現在まで来てるわけですけど、やはりこうやっぱり皆さんにこう支持されるのには十分わけがあって、このダイナミックイーサー、そうですね、良さをさらに引き立てる機能ということになります。はい、ということで今回は R1250GS アドベンチャーのダイナミックイーサーを体験するでした。ありがとうございました。